今回紹介するのは、以前ね、最近買ったばっかりの黒の奇跡の続編 2? 黒の奇跡が届いていたので、ちょっと紹介していきます。で、まずここ見てもらうとかだと、サントラミニと、リミッテッドエディション。はい、そう、リミッテッドエディションね。黒の奇跡2。4大アイテム同梱。っていうのが1、サントラミニ。卓上カレンダー。カレンダー。マイクロファイバークロス。クロス。で、4がオリジナルダウンロードコード。ダウンロードコード。っていうセットの、リミッテッドエディションっていうセットをこうやって、ちょっと今回買わせていただきます。1の時はね、1の、はい。1はちょっとずっと迷ってて、ずっと欲しいと思ったんで、ずっと迷ってて、ずいぶん、ほんとつい最近買ったんで、発売日はずいぶん経って買ったんで、こういうの買えなかったんだけど、2の場合はなんかちょっと買ってみようかなと思って。で、ここに詳しく裏に書いてあるのは ?2 だ。だから、同じかでも。これ、まずこの、これはKさんは?そう。で、サントラがこんな感じのサントラと。で、奇跡シリーズのカレンダーみたいなね。シリーズ。シリーズかだよな。うん。この黒の奇跡って言うんじゃないのかな、だから。まあ中見てみないとわかんないけど、シリーズって書いてある。うん、で、カルバード共和国全体図の大型、地図になってんだね、だから。うん、今回なのか前回なのか、前回からなのかわかんないけど。大きいらしい。うん。で、ダウンロードコードは、シリーズ BGM セットらしい。だから、今までのシリーズをプレイしてきた人が、うん、懐かしい音楽でプレイできると、そういうことなのかな、わかんないけど。わかんないけど。まあ、そんな感じだと思う。じゃ、で、だってこれが、なんだろうな。ついてきたね、なんだっけ、ダウンロードコード、ダウンロードコード。今書いてあったのとはちょっと違うね。違うね。バン専用ミッシースーツと、ホローコアボイス。の要塞死対象 RA。まだちょっとやってないんでわかんないかな。これなんだろう。ワン。初回特典とかなの。なっていうのが一つ。で、ちょっとこれ開けていこうかな。で、こんな感じで、すごいキラキラ。すごい、キラキラして綺麗。かっこいいね。うん。なんかかっこいいっす。なんか、これなんかわかんない。オシャンティ。うん、なんかあるんだよ。ボスみたいななんか言うよね。これ誰か。なんか映ってる。角か耳みたいなの映ってる。だから多分人間じゃないからボスなのわかんないけど、いて、で、これが本、本ディスク。黒の奇跡。なんだ?クリムゾンシーン。そう、ってやつ、みたいです。アニメみたいなやつ。うん。で、裏はこんな感じです。え?なんだ?黒かなあれ。黒と赤が回る?罪?何?奇跡って書いてるの?うん。奇跡を。吸い上げろ?すくい上げろ?すくい上げろ。って書いてあります。獣じみた赤狂い異形の方向と何かを追い求める少年少女との開口が彼らの物語を逃れられる因果へと誘っていく。で、ちょっと中二病チックなこと書いてあるな。すごいね。中二病チックだね。で、こんな感じで。で、プレイニーズはもちろんロールプレイングだから一人で、必須容量が16GB かな。16GB。で、まあ、だから結構低いから安心して楽しめるかな。インターネット接続環境が必要だって。俺なんで?なんで?なんかある。みたいです。で、これが2の本編ディスク?ディスクです。です。で、こっちが、BGM のダウンロードコードが入ってます。そう。ボロボロ。で、これがさっき言った、これがあれかな?地図。やっぱり地図になってね、こうやって。の、ファイバークロスかな?確か。だって地図になってちゃんとなんだけど、都市とかなのか?地名も書いてあるみたい。で、あんまりこれチンポ開けないね、こういうの。で、これが2022から2023のカレンダーかな?あ、確かに、これが、あ、ワンだね、ワンワン。やってって言われたやつ。そう。感じのカレンダー。で、後ろは黒の奇跡2になってるな。で、ここにちっちゃいカレンダーもついてるって。ちっちゃいって、これが9月のカレンダーなのか?あ、そうなのか。こういう感じに、まあ、なんだっけ?絵がメインだよね。うん。で、これが、サントラ。ミニ。かっこいいね、パッケージは。よかった、黒好きだから、ね。うん。あ、かっこいいね。こんな感じ、すごいかっこいい。かっこいい。なんかでも、ロールプレイングっていうか別のゲームっぽいね。確かに。なんかそんな感じがする。っていう CD。っていうセット、この入れ物と、カレンダーと、ファイバークロスと、うん、ここにシルエットみたいな。ああ、そうだね。書いてある。それはマークなのね。なんだろう、これ。これ?うん、何それ。でも足みたいなのが見える。あ、確かに。なんか敵なのかね、キャラのシルエット。うん。
って感じです。で、これがマークか。なんか。読んでみる。ロゴっていうのがマークなの？って感じです。なんかすぐ増えてる。あ、妖精みたいに。あ、ほんとだ。これさっきのこれ。そうだ。うん、それでしかも一人増えてるよ。これ4人だったのに、なんか一人増えてる。このおっさんみたいな。増えてる。一人増えてる。増えてる。っていうのが、で、ダウンロードか。で、これが、この黒の奇跡2のセットになりまーす。なんか、しっかり忘れてた。予約してたの。ちょっといつこの頃なんだけど、その、まあ他のも話したんだけど、カフェイン中毒とかいろんなことで、ちょっと正常じゃなかったんで、しっかり忘れてました。でも、まあ嬉しいかな。いいね。こういうのいいね。こういうの壁とかに飾っとくと、今なんだっけ、二の国2かなんかに飾ってあるから、それを外してもいいし。で、こっちはめてみてもいいし。いけないタイプって言ってた。いや、でもはめた方がいいんだ。でもどうしよう、迷ってる。はめてもし開封するようだったら、まあちょっと写真で載せるかもしれない。ツイッターの方に。っていう感じでーす。